かねえ。蹴る、蹴しまう。あいつなら。大丈夫っすか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ。大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。素人かな。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。集え。良き終わりはそこにある。
なんだよあれ。敵だ。あとを。何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。体はもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな。どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。いいぞ。そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。あるじゃねえか。そのまま残りを片付けるぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。
何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後を近づく。それでいい、恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。チャージできていないぞ。力を貯め焦るな。力焦るな。完全に力を貯め焦るな。完全に力焦るな。チャージが終わるまで待て。一気に引き抜いてやれ。無敵だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。結晶体で補給をしておけろ。何入ってる？食べ物がいい。使えるものは使っておけ。こんな時だ。嫌な気配がする。なんだ？気をつけろ。誰かいる？どうなってるんだ？
警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。みんな消えたのかな。だろうな。
あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。霧がまだ残ってる。不用意に近づく。危ねえぞ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。はい。片城か、使えそうだ。これって、ここはもういい。目的地に行くぞ。ここはダメだ。引き返せ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。これ以上奴らに好き勝手させるな。おい、離れすぎだ。戻って助けてやる。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せる。
あったよ。受話器を取れ。俺が繋ぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。このレコーダー、エドのものだな。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何。今はいい。先を急げ。何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。ここあんたの家。部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ。入ればわかるよ。なんだこれ。秘密基地って感じだ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。
消された人間は5万か10万。いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。妙なものがあるな。調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。結界だと？マンションごと押し潰す気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。そいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。数分だ。急げ。
まださっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。ゆっくりしている暇はないぞ。なんだ。近いぞ。周囲をよく。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる？違う。いたのか？お前も見えるのか？よし、俺の言う通りにやってみろ。これは、さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって、汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。おい、怪我するぞ。離れろ。そっちじゃない。まずはあの汚れを調べてみろ。
何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。囚われていたのか。こういう奴らもおっ、そうだな、先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。人がいなくなって妖怪が出てきたのか。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おお、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪の使いようだな。無理だな。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。
浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだ。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここのなる島は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってください。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。床の間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。マレビトの気配がするな。マレビトの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺い、敵の居場所や霧の発生源も確定できるはずだ。Thank you.
敷わらし。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。開かねえな。鍵を探すか。母さんに会わせてやるよ。仏壇か。力を使え。姿が見えるようになるはずだ。
成長してるじゃねえか。